皆さんこんにちは。こんにちは、今日は単語のストップロックについて説明したいと思います。早速行ってみましょう。ゼロ、二、三、四、クイッ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 クスロー。ゼロ、二、三、四、クイッ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 クスロー。ゼロ、二、三、四、クイックイックイックエンスロー。ゼロ、二、三、四、クイックイック。クイックエンスロー。はい、一度踊らせていただきました。この単語のストップロックは、多くの方が利用していると思います。入りとしてはファラウェイホイスクからランジロールをしてストップロックとか、最近の踊りだとチェイスですね。チェイス終わった後に、ストップロックを入れる方もいらっしゃいます。いずれにしろこのストップロックの問題点としては、かぶるとか、足並みが合わないとか、女性がなかなか男性の後ろ側に来てくれないとかっていういろんな問題が起きると思うんですね。はい、その問題をこの動画では解消できればなというふうに思います。まずよくある症状っていうのをお見せしたいと思います。組んだ状態から0,2,3,4 ランジが終わりました。ここからストップロックに行った時にクイックエンスローというふうに、男性と女性の立ち位置がかぶってしまうという症状が一つ。0,2,3,4スローエンクイックエンスローというふうに、ロックをしていくと徐々に離れていってしまうという症状があります。はい、今のようにかぶってしまうとか離れてってしまう、あとはバッティングしてしまうという人もいるかもしれないですね。はい、いろんな症状が起きて次のステップになかなか行けないという方が多いと思います。今回この動画ではいくつかのポイントを教えます。で、このように踊らないといけないですよっていうわけではありません。いくつかのパターンを提供するので自分たちに合う踊り方っていうのをぜひ見つけてやってみてください。それではやっていきたいと思います。はい、まずはじめに、僕たちが皆さんに教えたいポイント、その1としては軌道になります。軌道ですね。一般的にストップロック、今であればランジロールをした後ですね、ランジロールをした後にコーナーの方にやったら、だいたい中央斜めの方にストップロックをやっていく方が多いと思うんですけども、ストップロックでまっすぐ動いてしまうと意外とバランスを崩しやすくなってしまいます。今のように、ストップロックでまっすぐに動いてしまうと、かぶりやすい、ぶつかりやすいという症状が出てしまうので、気をつけてほしいんですけども、僕たちはいろんな動画でも言っている通り、スタンダードのステップでまっすぐに動くということはほとんどないというふうに考えています。必ずナチュラル回転かリバース回転が行われているので、このストップロックにもそのどっち回転かっていうのを当てはめていきたいなというふうに思います。このストップロックはナチュラル回転になります。実際はまっすぐ見えるんですけども、ランジからチャーチャーチャというふうにステップ自体は少ないんですけども、もしこのストップロックの歩数が多いフィガーだとタッ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 と大きな右回転の円を描いているというフィガーになります。その中での数歩だけ抜粋しているのでまっすぐにしか見えないんですけども、僕たちの感覚ではすごく大きな右回りをしているという感覚でいます。なので、内回りが男性、外回りが女性になります。
なので男性の内回りですね、内回りの男性が大きくまっすぐ行ってしまうと外回りの人はもっと行けなくなってしまうので、外回りの女性が動きやすくなるために男性はランジロールが終わったここから回転し始めてあげて、右回りを継続してあげるっていうのがとても重要になります。一度やってみたいと思います。組んだ状態から0、2、3、4、ランジが終わりました。ここから男性だけ動いてみます。ストップロックをまっすぐに動くのではなく、少しずつ右回りをしてあげてください。そうすると最終的に内回りの男性が外回りの女性を招いてあげるような形になるので、一番遠くにいる女性が回り込みやすくなるという症状が生まれます。続いて女性なんですけども、ライトランジが終わって男性がクイックンスローで右回りをするので、女性はこの男性の周りを寄り添っていくような感じでちょっとこちら側にラウンドしてほしいんですけども、ランジが終わって男性がカーブしたのに対して女性がそれを気にせずまっすぐに行ってしまうと、すごく離れて引っ張られるとかバランスを崩すっていう症状が生まれるので注意してやってみてください。0、2、3、4、クイックイックイックンスロー。はい、続きまして、2つ目の提案なんですけども、フットワークですね。ランジロールが終わってストップロックは基本的にボールっていうふうに言われた方が多いと思います。このストップロックはターンはフラットに踊んなきゃいけないよって言われるんですけど、ストップロックはちょっと上がりなさいよって言われたことがあると思うんですね。だからといって、ものすごくライズしていいというわけではありません。もちろんボールバランスにはなっていいんですけど、自分の胴体ですね、体や股関節、膝とかっていうのはいつでも動けますよっていう体勢でいてほしいので、感覚的にはほとんど変わりません。はい、ボールが、フロアに対してプレスしている状態、要はかかとが上がってるっていう状態は作っても大丈夫なんですけども、それで踊りづらい方っていうのは無理に上がらずに、ストップロックが終わったら足、要はヒールですね、多少ついても問題はないと思うので、自分の踊りやすい高さ、動きやすい高さっていうのを意識して踊ってみてください。一度上がりすぎてしまったストップロックをお見せしたいと思います。0、2、3、4、スロー、エンクイッケンスロー、エンクイックイット、0、2、3、4、スロー、エンクイッケンスロー、エンクイックイット。はい、続きまして、ストップロックが終わった時の男性と女性のポジションですね。はい、何ポジションになるんですかっていうのが結構いろんな生徒さんから、言われることなんですけども、クローズでも PP でもどちらでもいいと思います。はい、どちらでも構いません。次のステップがやりやすい環境作りっていうのがとても重要です。一般的には PP になった方が多分やりやすいかもしれません。一度お見せしたいと思います。0、2、3、4、スロー、エン。ここから、ロックに入って、最後のこのスローの時ですね、この時に、女性に PP になってもらう。はい、こういう形ですね。ちょっと大げさに見せると、ここからこういう感じ、クローズから PP、このように開いてもらった方が次のリバース回転の反動がうまく使えるので踊りやすいという人もいるし、ランジが終わってストップロックが終わった後、ここですね、今クローズの状態なんですけども、このクローズのポジションを継続したままの状態で次のステップに行くことも可能です。はい、今のこの2パターンですね、 PP になるのかクローズになるのかっていう2パターンが一般的によく使われる行為なんですけども、そこで
アウトサイドだとかセイムフットだっていう方はなかなかいないと思います。なので、両方やってみて、こっちがやりやすいねとか、こっちのがやりやすいとかっていうのは決めてください。意外と日によって変わったりするので、クローズバージョンでも PP バージョンでも、ストップロックができるっていうのが一番ベストだと思うので、その日その日の体に、うまく付き合ってあげるっていうのがとても重要になると思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はタンゴのストップロックをご紹介しました。このステップはいろんな踊り方や考え方があると思います。どれが正解っていうわけではありません。はい、自分の動きやすい形、動きやすいスタイルっていうのを、見つけて、自分のものにしてみてください。それでは皆さん頑張ってください。